回、黒金ジムリーダーロータさんを粉砕し、ことぶきシティに戻ってきたんだけど、そのタウンに行く道中で変な人たちと遭遇。七かまど博士と光がナンパされてますね。年寄りを狙ってくるあたりかなり物好きなのだろう。黒金ジム、制覇してきましたよ。とりあえずこの二人をボコボコにすればいいんですね。早速バトルですか。しかもダブルバトル、初めてですね。今回はタッグバトルだから相方がちゃんといるけど、今後ダブルバトルすることも多いだろうし、ポタが一人で戦わなきゃいけなくなる時がありそうだね。自然要因とかと一緒に戦うなんてことも出てきそうですね。まあほぼ戦力にならないぐらいのレベルだと思うけどね。さあポタ君よ、新しく覚えたメタルクローで、銀河団のポケモンを引っかき極めちゃって。了解です。そんなの聞かない。めちゃくちゃ引っかいてくるじゃないですか。ヒコザルに一体的が入ってないね。私から倒そうとする戦法ですね。あいにくですけど、その戦法は失敗に終わります。ジョットバンだけ引っかいてくるんですか。ちょっかいかけるのはやめてください。別に相手もちょっかいが好きで攻撃してるわけじゃないと思うけど。よし、撃破したね。ちょっと引っかかれて面食らいましたけど、余裕で勝てましたね。レベル上げて出直してきてくださいね。というわけでこれで晴れて私もソノウタウンに行けるわけね。ソノウタウンを越えれば、白体シティが見えてきますね。二つ目のジムに向けてペルも気合十分だね。ただ、次のジムは黒金のようにはいかなそう。僕ももうちょっと強くならないと次のジムは厳しそうです。なんせ僕の苦手な草タイプですからね。エンペルトになれば克服できますけどね。ふう、ようやく道を開けてくれた。お、また誰か来た。テレビことぶきね、今の戦いを見ていたようで。これで明日の新聞は私一面で決定だな。え、ことぶきシティでは新聞を発行していない。そうですね。というわけで早速テレビ局にお邪魔してます。今日の運試し、出てこいマスターボー。ソノウタウンにつながる洞窟。秘伝マシンは一度覚えさせると忘れさせるのが面倒なので、秘伝要員にギミックは任せます。秘伝要員がいる状態でダブルバトルになったら、やむなく彼らにも出てもらうよ。心なしかちょっと心強いですね、仲間がいるって。新王地方には最強の秘伝要員がいるからそんな多くの仲間とは会えなさそうだけどね。リーダルですね。さあ、ソノウタウンに着いたよ。そういえば、視聴者さんからこんなコメントが届いてます。ソノウタウンでツイバムがもらえるのでなため対策にどうぞ。ほほう、こりゃいい情報を手に入れたぞ。どこかの民家の人からもらえるのかな。片っ端から聞き込みしていこう。コメントアドバイス、誠に感謝いたします。このコメントがなければつつくで白体ジムに挑戦してただろう。この子だ。来た来た、ツイバムの技マシンゲット。こんなところに技マシンをくれる子がいたんですね。これはなかなか気づかないんじゃないですか。私も視聴者さんのコメントで知ったからね。これで白体ジムもいけそうだね。早速僕に覚えさせちゃってください。技が一気にグレードアップしました。嬉しい。強くなりました、僕。泡と鳴き声と私しかなかったポチャシックスが、今となっては様々なタイプを使いこなすアタッカーに成長だね。おっとここの入り口は銀河団が塞いでいるようだ。他を当たろう。うわ、どうしたの。子供から銀河団は宇宙人に見えるんですね。ソラーの頭だからな、そう見えてもおかしくないでしょ。わかってたけど、やっぱり白体シティには行かせてくれないよね。発電所でお父さん奪還作戦を決行しなきゃですね。押し戻された。子供の頼み事だ、なんとかしてあげないとね。なんてこったい鍵をかけられた。しかしそんな時も大丈夫。この優しい銀河の宇宙人さんが鍵をくれるから。なんと親切なのでしょう。というわけでお父さん奪還しに発電所に潜入します。宇宙人も甘い蜜が好みのようで。主食は蜜ハニーと同じなのでしょうか。甘い蜜を塗る木にも色々あるんだよね。今度調べておこう。さあ行こうか、心の準備はいい。大丈夫です、粉砕する用意はできています。勢い余って発電所ごと粉砕しないように。僕どんだけバカ力からなんですか。お初の幹部船が待ち構えてるね、楽しみだ。
相手は黒金シティジムよりも強力だろうね。僕一人でどうにもならなかったら主さんピンチヒッターよろしくです。いや何言ってんすか。今までとは違った雰囲気の宇宙人が二人。赤と紫の生命体ですね。火星から来たみたい。よし来た、行くぞポタよ。了解です、粉砕してやりましょう。相手の手持ちは2匹。最初のズバットは普通に突破できるとして、問題は次のポケモンだ。僕もレベル20に乗りましたからね。今なら負ける気がしません。難なくズバット突破です。さあ次だ、今までとは別格のポケモンが登場だ。ナルマーの進化系、ブニャット。このレベルでブニャットに進化しているのはマーズのぐらいだよね。あら、思ったより効かないぞ。最終進化系なので、ステータスも高いのかと思ったんですけど、どうやらそうでもないみたいです。いやそこで急所は痛い。ひとまず攻撃力ダウンだ。少し長期戦になりそうですね。ひとまず息傷薬で回復。あ、基本的に回復アイテムの縛りは言っていません。さすがに回復なしだときついですからね。よし、全回復。ボタのバブル光線がどれだけのダメージになるか。相手のブニャットは結構耐久力高そうですけどね。お、結構効くじゃん。バブルまみれにしてやりましょう。案外簡単に突破できたね。やっぱりレベル差って大事ですね。というわけで、無事銀河弾幹部を撃破。そして、女の子のお父さん奪還作戦成功。そして幹部は結構軽い感じ。ふう。元から宇宙があるのにどうやってもう一個作るんだろうね。研究員も意味不明って言っちゃう始末ですもんね。お、そういえば不安手がたまーにこの辺りに来るんだったね。白体シティに行くときに遭遇できるといいですね。さ、ポケセンに行って回復しようか、お疲れさん。